社伝万福か護世経大社祖父君神社は、長崎県南松浦郡新上御島町、浦久和号に鎮座する神社である。有川里の祖母君神社という意を同じくし、祖母君神社を、下の宮と呼ぶのに対し、当社は、浦の宮と呼ばれる。伊沢木の村を主催神に、倉藤玉神、本田分けの神、こと白主神、四季国姫神、須佐の王神の御柱を廃止する。 廃止心中の四季国姫神と須佐能神は、昭和62年8月の台風で社殿が倒壊した、旧宗方神社の本田分家の神は、境内社八幡神社の祭神である。文明5年8月、当時五島を領有していた、福士の二郎三郎と家臣の大久保家継に、有川湾に浮かぶ満腹かご瀬に、恩霊の二神が守り、有川、魚目の守護神として奉仕せよとの信託があった。 信託を受けて、同年八月十三日、同地に女神を奉仕、同年十一月一日、同地に光を奉仕した。だが、陸地から遠く参拝に不便だったため光、イザナギノソンを亀地勢に放線。その後、陸地により近いイタツシケ勢に再度放線し魚目中に、カソンの葬病とした。しかし、イタツシケ勢もやはり不便な地であったため、文明十年十一月。 現在の宮所のに奉仙した。なお、家臣の大久保は後に生を、宮田と改め、当社の初代官主になった。教法三年に、今年の主審、法歴六年に暗い根玉神を殺し、明治初年の神仏分離令の際には、当社の身体としていた、不動明王像を、同郷白鳥神社に移している。同四年尊者に劣勢られ、同四十三年十月に、 新鮮兵白領とも新神社に指定、昭和9年に合社に昇格した。昭和62年10月7日、四季国姫神と須佐能人を合し気温祭り、11月1日、2日の霊祭には、神五島神楽が奉納される。神五島神楽は、国の選択無形民族文化財に選択された、五島神楽に含まれる。また、 長崎県無形民族文化財にも単独で指定されている。八幡神社その他の浦久和号の神社に、木船明神社がある。また、隣接する江ノ木津里に、江ノ木津神社が、七目号に、潮目天馬神社が、青方里に、青方神社がある。ありがとうございます。